2019年の日立桜祭りにおける日立風流れ物日立風流れ物は茨城県日立市に伝わる民族文化財で同地の鎮守神峰神社に伝わる稼働変形する大きな出汁とその上で行われる操り人形芝居を指す神峰神社の大祭にてうじ子により奉納されてきたもので現在は毎年春の日立桜祭りで公開されているだしが 国の重要有形民族文化財に、祭礼としての日立風流れ物が、国の重要無形民族文化財に、それぞれ指定されている。2009年9月には、ユネスコ無形遺産委員会により、無形文化遺産の代表リストへの記載が決定された。同一の行事に関連して、国の重要有形民族文化財と、重要無形民族文化財の両方に指定されている、ものは、 全国で5組のみで、そのうちの一つである。古くは、宮田風流れ物と呼ばれ、1695年、徳川光国の命により行われた神峰神社の大祭礼に、出汁が繰り出されたことに始まり、教皇年間に人形芝居が加えられ、今日のからくり仕掛けの出汁に発達した。以前は、例祭で公開されていたが、1988年以降は、 毎年4月の第2土曜、日曜に開催される、日立桜祭りで披露されている。多くの人員で牽引されるだし、日立風流れ物に用いられるだしは、高さ15メートル、幅3から8メートル、奥行き7メートル、重量5トンの巨大なからくり式のだしである。だしの中には、約10人の生やし方や、約30人のからくり人形の操り方が乗り込み、 200人以上で、出汁を牽引する。大きな山を背にした上角の形を模した6層構造を持ち、第1層は、林方や作者が乗り込む部分である。出汁の正面の第2層から上を、館と呼び、5層の東派風作りになっている。館の第2層は、大手門と呼ばれ、手前に倒れる構造になっている。第3層から第6層までは、 昇降機構によって競り上がった後に左右に開いて大きな逆三角形をした五段のひな段となり操り人形芝居の舞台となる各段にはそれぞれ二から三体のからくり人形が配されている人形芝居が終わると館は周り舞台となって回転し最初は出しの後部であった裏山を舞台としてまた別の人形芝居が行われるこれらの操作は すべて出し内部の綱によって行われ、同じくだし内部で演奏されるお囃子に合わせて演じられる。この出しは、笠子とも呼ばれ、2005年現在、東町、北町、西町、本町の4台がある。ありがとうございます。